皆さんこんにちは。ネオファイナンシャルプランナーの藤井です。今日もこの動画にアクセスしていただきましてありがとうございます。前回まではですね、コツコツ型の、負けない資産運用術ということで、ドルコスト平均法っていうものと、あと、まあ、これが数かける単価の原理でドルコスト平均法を伝えたというので、数を増やすことでね、いきました。そして、単価ですね、まあ、恋愛感情にも例えて綺麗な女の人にね、声をかけようとしたとしてもですね、彼女の機嫌が悪ければ、玉砕するよみたいなね、少し恋愛で例えてますけど、やっぱりその単価がね、この様子を見るっていう時間も必要なんで、時間を味方につけながらやっていくっていうね、これが負けない資産運用術の、まあ、肝ですよという話をしていきましたけど、皆さんね、多分ね、理屈はしっかり見ていただいたら分かったと思うんですよ。ただ、あなたが具体的に何をどうしたらいいかっていうのは全く言及してないですし、多分分からないと思います。で、私自身もまだ分かりません。おすすめできるようなね、こうドルコスト平均法を使って時間を味方につける、ね、商品っていうのは逆に言うといっぱいありすぎて分かんないんですよ。で、これをどうしたらあなた自身がこれが私には合ってるのかなとか、これが良さそうだなって分かるかっていうとですね、どれだけリスクを許容できるかなんですよ。じゃあそのリスクを許容できるかっていうのは何から判断すべきかっていうと、その将来の収支の特に出ていくお金、そして入ってくるお金のバランスなんですね。で、私が、まあ、先般からお勧めしているのはライフプランをまず立てて、あなたなりのですね、負けない、コツコツ型の資産運用術をもう家庭の中に組み込んでしまった方がいいよという話をしています。で、そのライフプランっていうものが実際何なのかっていうのはですね、この後、その専用のね、ところを専用の動画を撮りますので、そこでご判断していただきたいなと思うんですが、ちょっと想像してもらったら、ね、いいかなと思います。ドラえもんっているじゃないですか。ドラえもんがのび太くんの引き出しを開けるとですね、タイムマシンが置いてありますよね。で、タイムマシンに乗って例えば10年後のあなたの未来の経済状況、20年後あなたの未来の経済状況、例えばあなたが5歳のお子さんがいるんであれば、10年後だとそのお子さん15歳、高1とかになってる場所なんですね、はい。20年後だったらもう成人、終わってですね、自分で稼いでるのかもしれないですし、もしくは3年後でもいいわけですよね。もしあなたがお家を買っていないということであれば、住宅ローンを買って住宅ローンを組んで頭金払って、でその時の預貯金がいくらなんだろうっていうですね、こう予測していくことをライフプランニングっていうんですよ。だからタイムマシンに乗って将来自分の、まあよまあ、分かりやすく言うと預金通帳残高を見に行くっていう、ね、話です。それを見た時に、あなたのね、未来のあなたが頭を抱えているのか、すごくね、楽しく人生を送っているのかっていうのは、全然違うじゃないですか。だから、そういうのを先取りしてね、考えていただきたいんですよ。で、無理がない範囲で、やっぱりその資産運用術をやってほしいんで、金額もそうですし、どれくらいの利回りを見込むかっていうのもそうなんで、ぜひね、あなたの状況をまず僕に教えていただきたいなと思います。それに応じて、こうした方がいいんじゃないのかっていうのはお勧めできると思います。具体的にはですね、こういうキャッシュフロー表っていうものをですね、後ほど詳しくご説明していきますが、この下にですね、預貯金残高とかあるんですよね。こちらな、貯蓄残高、この貯蓄残高が将来どうなっていくのかっていうのを予測していくっていうのがライフプランニングと、ここのね、収支のバランスを見させてもらうっていうのが主な趣旨でございます。では詳しいね動画この後どうぞ。はい、皆さんこんにちは。ではライフプランの解説をしていきたいと思います。まず負けないコツコツ型資産運用術ということでやっていくにはですね、あなたの状況を知らないとアドバイスのしようもないし、どのくらいのリスクを取るようなものをお勧めしていいかもわからないですし、強いては何だろう、どのくらいお支払いになれるかも含めてですね、あなたがいや、いけますよと思ってても、いや、多分これから考えると
1万円ぐらいで抑えた方がいいんじゃないですかねとかそういうことも全然よくあるので、お話をしていきます。まずね、ご家族構成、34歳、29歳、0歳、マイナス2歳、2年後にこれは子供が生まれるっていうね、ニュアンスで、書いてあります。まあ、ここはね、人それぞれ違うんで、まあ、こういうご家庭の例で今はお話ししてるんだなと思ってください。でお聞きしていくのがですね、まあ、ライフデザインということで、教育デザインというのがですね、やっぱ進路によって、お子さんの進まれる進路によってここのお金全然変わってきますよね。よく子供には1000万かかるって言いますけど、2000万かかる人もいるんですよ。で、差が1000万になることがあったりとか、この、例えば私立で下宿でみたいな話だったら、本当に2000万近くなったりしますからね。そういう話をまず聞かせていただいたりとか、お子さんの結婚式の援助だったりとか、旅行をね、まあ、年に1回ぐらい行きたいよ、20万ぐらいかけてっていう人であれば、こういうね、デザインを入れていきます。また、この車、ご家庭はお車が1台で、7年後、9年おきぐらいの頻度でお車を買い替えていくよと。まあ、70歳までぐらい乗るかな、みたいなね。200万ぐらいかかるかな、みたいなイメージです。はい。あとは、これ家電のね、買い替えの費用も1年ごと予算を立てたりしています。あとこの辺もね、皆さん割と日本人は保険大好きなんで、保険たくさん払ってる人も多いですけど、まあ生命保険でね、60歳まで払って、夫婦合わせて年間24万、月2万円ぐらいのイメージをこうね、入れています。で、この学資保険みたいなね、まあ学資保険じゃなくても学資の積み立てでもいいんですけど、これを月1万円ぐらい、年間12万円ぐらいでやってるよと。満期金は260万で。はい。あとは、この他ですね、奨学金人によってあったりするんで、こういうお金を入れていって、何歳まで払っていくのかというのを入れていきます。あとは、ここですね、生活費。ここでいう生活費は先、この後にですね、住宅、お家にかかる費用っていうのは後でありますので、まあ、単純にあなたの1ヶ月かかっている生活費が、25万とかで、住宅にね、例えば8万円とか払ってるんであれば、生活費は18万なんでとかっていうイメージですね。ここでは月15万ぐらいをイメージしたりします。まあ何歳まで生きるか分かんないんですけど、80歳でとりあえず見ていきます。さあ、お家買ったら2年後。2年後にお家買う予定になってます。これは生きてる限り、固定資産税払っていかなきゃいけません。あとは先ほどね、お子さんの仕送り、お子さんの人数によっても、このね、もしかしたら仕送り、これ月8万円ぐらいで見てあるんですよ。もうそれはそうですよね。家賃を払って、ね、食べたり飲んだりしなきゃいけないんで、お子さんもね、ちょうど18年後、18歳になった時からかかるよ、みたいな感じで見てあります。あとは2年後にこうお家を買うと。3200万のお家で、頭金200万払うんで、借り入れは3000万。金利が 1% ぐらいだったら101万円1年間で返済していくよと。これが35年なんで、返し終わるのは71歳です。そんなイメージでやってます。で、今まで支出を聞いてきたんですが、これですね、今度は収入ですね。ご主人さんの収入が例えば450万ぐらいの手取りの人が、あ、ごめんなさい、年収が450万であれば手取りは350万かなと。はい。で、奥さんの収入も、まあ、これは4年後からね、パートの扶養の範囲の中で、収入を得たらという設定です。で、あとは今のお宅が300万ぐらいある預貯金がね、終わりになるご家庭だとしたらっていうのが設定になってます。で、まずこういうのでね、キャッシュフロー表っていって、こういう表を作っていただきたいんですよ。まあ、いただきたいというか、作るのは僕なんですけど、こういうふうにね、判断していただきたいと思います。ここにあなたのご家族の、ね、名前を全員載って、例えば2016年の0年後なんで34歳、29歳、0歳、マイナス2歳と、はい。2年後だとお子さん生まれてますよとかね、はい、2030年だとちょうど48歳、43歳、14歳、12歳、下の子が中学校次の入学ですねとか、こういうね、表になってます。で、それに伴って、ここですね、収入、ご主人さんと、ここは奥さん、奥さんはここですね、配偶者収入なので、バーッと見ていくと、4年後、4歳と2歳で、逆に言うと、保育料を払って、こうですね、教育費が、保育料を払ってでもパートに出るよ、みたいなね、
まあ、よくあるパターンですね。そういうような感じになってますんで、収入の合計が367万1年間で、それに対して、今年1年間は350万の支出ですね、先の生活費とか住宅費とか全部入れた350万で17万円の貯金でしたよと。なんで、預貯金残高は312万になりましたっていうね。でライフプランをすると、この預貯金残高をこう、ね、見ていくようになるんですよ、ね、ただここまで順調なんだけど、あれここからあれなぜかこの辺から減ってきてるよなと。じゃこれは何があるんだと思って見ていくと、もう957万になってるケースは、はい、収入はこの年は553万あって、だけどあれ俺と教育費が273万になってるよと、おかしいなと見ていくと、あそうかダブルで教育費がかかってんだと。なんで今年1年間は553万払っていくよと、あ違いました失礼しました、817万払っていくよと。なので、マイナスになりますね、264万マイナスです、はい、なんでここ預貯金が減ってますよということなんですよ。で こういう表を見て分かるようにですね、やっぱり置かれているご家族の人数だったりとか、お子さんの年齢だったりとか、もっと言うとこの収入ですね、収入も人それぞれ違うし、特に教育費なんかっていうのは必ず終わりが来るわけですよね。こうやってね、はい、ここによいしょ、ここね、教育費がこうぐわーっと伸びていって、この辺から大学費用がかかっていって、で2人分かかっていって、ここで大学費用がいると。その時何歳かっていうと59歳50歳。じゃあここから老後の準備するんですかっていう話にもなりかねないじゃないですか。そうすると多分遅かったりするはずなんで、この年齢だと。そういうふうに年齢によってもね、準備の仕方が違うんですよ。で、こういうグラフでね、こうやって、まあ、順調にいけばこう貯蓄できていくけど、今その資産運用すべきかどうかっていうのはまたこのご家庭でいうと別問題なんですよ。今300万ある人でも、今このこれが預貯金が多分750万ある人であれば、収支を見ていくと、ここね、まあ、収入と支出と、まあ、トントンかもしれないけど、ちょっとは下身を回してもいいかもしれませんねっていう話にもなりかねないし、ここの、ね、貯蓄がゼロの人は下身なんてしてる場合じゃないですよと、うん、お金を増やしていきたい気持ちはよくわかるんだけど、やっぱりまずは目先のことからね、しっかりとやっていきましょうっていう話にもなるんで、やっぱりアドバイスが人それぞれ違うんですね。それに伴ってそれに合うような形で、あなたはちょっとリスクを取ってでもこういうものをやった方がいいよとか、っていうのが変わってくるんで、だから一概に何も言えないっていうのはこういう理由です。なので、まずは預貯金残高がね、将来ライフタイムマシンライフプランに乗って、あなたの将来の預貯金残高を一緒に予測していきましょう。それによって今すべきかどうかも含めて負けない資産運用術ね、特にコツコツ型ドルコスト平均法と、タイミングを見計らうね、ものを駆使してですね、あなたの幸せのね、人生をお手伝いしたいなと思います。多分ね、あなたが資産運用したいのはある意味お金を増やして幸せになりたいからだと思うんですよ。というとやっぱりこういうね、少し、まあ、この通りにはいかないと思いますけど、というか行った人見たことないんで僕、でもこれをが一つの指標としてコンパスとして将来をね見ていくことっていうのは十分できていくのかなと思うんで、ぜひねあなたのお力になりたいなと思います。ご希望であればね、ぜひ応募してきてください。ということで最後までご覧いただいてありがとうございます。